こんにちは、ひかりです。今回はね、フリーマーケットの購入紹介をしたいと思います。お買い物中実況は別の動画とかでやっていくし、もう1本あげたりしてるんで、そちらをご覧ください。ということでね、フリーマーケットで買ったものの、ね、紹介なんですけど、まずは別のね、お買い物中動画でも紹介したんだけど、おもちゃの詰め合わせ2袋で1000円でした。まず1袋目がこれ、もう子供のおもちゃ箱をそのままね、あれしたみたいな、こんな感じで、まあ、こっちもいっぱいあるし、メインはね、僕的にはこっちなんですよ。今の1袋と、危ない危ない、あー、なんか落ちた、恐竜が落ちた。もう1袋、今恐竜も入ってたんだけど、もう1袋あって、この2袋を合わせて1000円でした。んでもって、この袋の中ね、はじめさ、袋の中からこう出してって、なんていうの、一つずつ値段聞こうかなと思って出してたんですよ。そしたらもうまとめてで売りますって言ってくれてたんで、まとめて買った感じですね。あのね、僕が買おうと思ったのは、まずこれ。これね、仮面ライダーオーズのやつ。はい。オーズの武器なんだけど、ちょっと詳しくはまだ、これが登場するとこまで見てないんですよ。だからわかんないんだけど、こんな感じで、ガブリンチョみたいな。やつと、ちょっとホコリはかぶってるんで、後でね、掃除するんだけど。とね、オーズの、これと、これ、変身アイテム、変身ベルトですね。はい、こんな感じで、揃ってる感じですね。これと、よいしょ。あとね、これもオーズのやつ。これとかも入ってるんですよ。もうこれが入ってるだけでも、1000円の価値以上はあると思うんだよね。特に、オーズのベルトとか今高いし。で、なんかのちぎれてるベルトとか、まあ、中身はまたね、後日紹介してもいいんだけど、あとゴーンジャーのバスゾンだね。これね、バスゾンね、後ろにね、武器が入っ、どっかに、どこだっけな、ちょっとヌメヌメしてるほこりなんだけど、まあ綺麗に後でしますからね、消毒してね。どっかにね、エンジン王の武器が入ってたらラッキーなんだけど、ちょっと場所忘れちゃったんだけど、まあこういうロボとかも入ってたり、そうね、ほこりがちょっとあるんだけど、こういうね、ソフビとかも入ってるし、みたいな。で、もう片方の袋は何が入ってるかもう見ずに買ってますからね。はい。なんか、袋にこうあって、まだね、僕ちょっと今回、開始時間でみんなバーって来るんだけど、開始時間より5分10分遅れちゃったんだけど、まだ僕がその箱を見つけた時は、誰もそれ見てなかったんだよね。だから買えたって感じです。はい。もう一袋何が入ってんだろう。で、一つだけ見えたのはこれこれ。袋の外側から見えたのはジェシーなんだけど、これね、実はね、前行った時にその同じフリーマーケットで前買ってるんですよね。昔の購入品紹介でも出してるんだけど、これだから、うちにもう一体あると思います。ジェシー、トイストーリーのね。他、なんか未開封のガチャポンとかも入ってるし、なんかいろいろ入ってるな。わー、めっちゃ折れてる。真剣ジャーの剣がめっちゃ折れてる。カンガルーとか、なんか仮面ライダーのやつとかもいろいろ入ってますね。ベルトとのやつとか、これね、ちょっと安い方のね、兜のベルトとか、なんかすごい入ってます。多分ね、真剣ジャーとかゴーンジャーとかオーズとかの世代のおもちゃしか入ってない感じなんで、めっちゃ古くてレアなやつとか、あと最近のやつとかは入ってない感じかな。多分もうお子さんが大きくなっていらなくなったから、もう子供のおもちゃ箱をそのまま売りに出して、それを全部僕が買い取った感じですね。でね、その今度同じお店で、お店っていうか、なんつうの、ブースっていうか店舗でね、そこで、もう一周してそこへ見てたらね、カードもあったんですよ、カード。でね、この袋は自分で持ってたんだけど、この前の福袋に入ってたやつね。カードも売っててね、ポケモンカードと、あとね、オーズのメダル、大メダルも買いました。まず、これはまた別で中身見ておこうと思うんだけど、ポケモンカードはこんだけ入ってるのと、大メダルと、あとなんか他のメダルも入ってるんだけど、こんだけ入ってて、いくらだっけ？ 700 円でした。はい。
まあなんで、まあ、さっきのに比べたら高い感じするけど、まあポケモンカードレアなのが入ってたらラッキーみたいな。レアなのは自分で探してくださいって言われたんだけど、もう中身見ずに買いましたと。こんだけね入ってて、はい、両方で700円でした。そしてあとはまあ別の店舗になるんだけど、 CD とかも買ってます。 MCAT ボンバヘーってやつね。 MCAT のアルバムやっとゲットしました。これ別の店舗で買ったんだけど、あとね同じ店舗、さっきのおもちゃとか買った店舗で、あの CD もあったんだな。そういえばあって何枚かしかなかったんだけど、その中で一番欲しいのがあって、おもちゃと一緒にこれもって言ったら、これをおまけしてくれました。100円だったんだけどね。これね、子供の歌、親子で歌おう子供の歌、まあ、散歩とかね、歩こうとか、泳げたいやきくんとか、お魚天国、団子三兄弟、まるまるもりもりか、輪になって踊ろうとかね、君を乗せてとか、ミッキーマウスマッチ、勇気 100%、 もう子供には一番いいんじゃないかな、欲しいね、おまけでも。でね、また別の店舗で、そこはね、トミカとかカーズとか、あと子供のおもちゃもいっぱいあったんだけど、ドールがあったんですよ。まず見せます、これと、これババーン、なんとプーリップです。出ました、プーリップ。プーリップ結構ね、 Amazon とかで調べてもらえば分かるんだけど、高いんですよ本当は。これちゃんと、まあまあ新品ではもちろんないんだけど、可愛いねドールが2体入ってて、これね両方とも値段がついてて、2000円2000円でついてたんですよ。そしたらまあ2000円2000円でもうんーと思って、まあ言っちゃ安いんだけどね、2個買うから安くなんないかなと思って、2個で3000円でどうですかって言ったら値引きしてくれました。だから2台で3000円でした。はい、まあ中の状態はね、箱の外から見たら、まあ中ね開けて確認していいよって言っていただいたんだけど、まあ確認せずにまあ見たら結構状態いいんですよね。うん、まあドールって女の人がね丁寧に遊んだりすると思うし、特にこういう高いドールはプーリップとかの、ね、ブライスとかさ、高いドールは結構丁寧に扱われてるんでいいかなと思います。まあブライスってなんか偽物があるからなんかあれって言ってる人もいるけど、なんかプーリップの偽物ってあんま聞かないし、多分偽物じゃないと思うんで、はい、まああまりにも安いからね、まあ、そんな感じです。はい、でだから2体で3000円でプーリップのドール買いました。箱入り、まあ、新品ではないね。そんでまあこれを買ったわけじゃないけど、あのさっきおもちゃいっぱい買ったとこで、袋が僕もあのエコバッグ持ってたんだけど入りきんなそうだったから、エコバッグももらいましたなぜかレジ袋代わりに。これはね、これを持ってきました。やっぱね、エコバッグとあとお釣りが出ないように小銭を持っていくのがね、こっちですよ、あのフリマの。これいいよね、嵐の。これね、あの駿河屋さん の実写男性雑貨の福袋に入ってました。まあ、こんな感じですかね。いや楽しみだな。じゃあこの中にどんだけお宝が入ってるかが楽しみ。まあハッピーセットとか多いと思うんだよな。ちょっと足痛くなっちゃった。あのハッピーセットとか多いと思うんだよ多分ね、こう見た感じ。こういうハッピーセット、これドラゴンボールでしょ。違ったらごめん、ドラゴンボールじゃないかな。ちょっとね、まあ全体的にはホコリっぽい感じなんで綺麗にはするけどね。やっぱあとこういう、うわなんかベーゴマとか入ってる、なんか割と最近の細かいおもちゃたち。あー、あれも入ってる、あのなんかなんだっけ、あのなんだっけな、あのトレジャーボックスとかの、あのスナックワールドのやつとか入ってる。ビー玉、鉄腕アトム、あとポケモンが多いかな。うん、あと恐竜とかスタンプとか、また細かく動画で紹介できたらします。お、指人形セットも入ってる、いいですね。冒険ブルーとかゴーンイエロー入ってる、やった、ゴーンイエロー入ってます。あとはポケモンかな。やっぱポケモンのね指人形って多いね。でやっぱこういうハッピーセットとかも入ってる感じだね。なんか引っかかってる、あっ引っかかってる、ネズミだ、ネズミにドラえもんが追っかけられてるんだこれっていうおもちゃですね。面白い、ほらオスネズミが寄ってくるっていうこれかわいそうなおもちゃだな。いいね、なんかこれとかパーツがいっぱい入ってるから組み合わせればなんかいいのになりそうだけどね。
これなんかのあれだよね、こうつけるやつだよね。やった、ベアール V もいた。さっきバストンいたけどベアール V、 まあ揃ってないけど多分ね、あると思うんだよな、パーツ。あ、これ持ってる、シュレック。これハッピーセットじゃなかったっけ、これ持ってんだよな。で、これ嬉しい、ちっちゃいゴーンジャン変身アイテム、ゴーフォン。ここにチェンジソールセットして入ってないけど、チェンジソール、あ、これしまった。レッツゴーンで変身ですよ。あ、ポケモン。あー、首から上だけの、なんだっけ、ゼルネアスだっけ、違ったっけな。まあいいや。そっかね、仮面ライダーとかいろいろ入ってた。ハッピーセット多いな、ハッピーセット多かったな、これ。あー、オーズだ、わーわー、オーズだって喜んだら全然体じゃないとか、ドラえもんとか。ホコリやばいからこれ外でやろうかな。ちょっとホコリが結構あれですね。まあ別に僕の部屋もそんな綺麗じゃないからいいんだけど、はい、こういうね、これも綺麗にしないと。まあ今回の一番の収穫はやっぱこれのオーズの、まあ、武器。これはね、まあ、これもねそんなに安くないんだよ、意外とホイプラさんとかでも。で、これがあればもう変身できますからね。さっきのこのメダル、大メダル入れて、こうやってどうやんだっけ、なんかあれもやり方忘れちゃったな。まあとにかくスライドさせて変身するんだよね。うんつって、こうやって変身ってやるんだよ。なんだけど、このメダルを使えって言われて、これはねいいです。かなりベルトも多分切れてないでしょこれね。まあ、オーズのベルト1個持ってんだけど、これはねこの値段だったら買うでしょ。ただ思ってる以上にその他のおもちゃが結構パーツだけが多いな、この2袋目の方に、うん、でこのポケモンカードレアなのがね、表に1枚だけ見えんだよな、レアなやつが。ほらこれちょっと良さそうだよね、ゲンガー EX なんだけど、なんかね買った後ちょっとだけ見たらあんま光ってんのないのかなって気もして、あんまりやなやつないのかなっていう可能性はあるんだけど、まあいいでしょう。まああとは細かいのはね、あのテーブルの上とかで細かく紹介していきたいと思います。今回ちょっと量は多かったんで顔出し仕方なくしてやってる感じですね。ということで今回はフリーマーケットの購入品紹介でした。お買い物中実況、フリーマーケットの方もぜひご覧ください。で今回の動画は以上です。もしよろしければね、気になったこととかあったらコメントお願いします。それではまた、バイバーイ。